ここでかくれんぼしようぜ。おっと、遊び始めた。しかしかくれんぼは一人になってしまう。みんなでやろう。みんなでやろう。公園の外に出るのはなしな。オッケー、公園の中だけね。じゃんけんで鬼決めようぜ。はいよ。じゃあ最初はグー、じゃんけんチョキ、じゃんけんポン。でもこういうのってなんだっけ。あー一人負けかよ、本当だよ。てかこれやっぱり主人公だっけ、レンジ君だけ手が異様にごついんだがどうなってんだこれ。じゃあ数えるよ。20、あ20から20カウント、それはルールで決まってるんですね。10、はい。もういいかい。まだだよ。ケイジ君はまだ。もういいかい。もういいよ。オッケー。なんかケイジ君の声めっちゃ近くで聞こえたんだが、さて全員見つけられるか。あん、小姫ちゃんのランドセルと帽子がここにある。これは小姫ちゃんがね、これを残していなくなるフラグが立っていますが、まずは普通に鬼ごっこを楽しもう。ただ探してる間、こちらもねすでに一人、みんな今現状一人状態なので、誰がペニーワイズに会ってもおかしくない。ピエロにね、ピエロと遭遇してしまうかもしれない。見つけたと思ったらピエロだった。そういうことは普通にありそう。クソ、木の裏とかではさすがにない。あ、一人いなかった、そこに。見つけた、小姫ちゃん、見つけちゃったぞ。はい、ということでまず小姫ちゃん、残念だったね。へへ。あ、見つけた人とは一緒に行動できるのね。まあそりゃそうか、別にね。あー、なんか見てる。いや、こっちも二人だから大丈夫。小姫ちゃんも回収したし、女子さえ回収すれば大体大丈夫でしょ。男子二人はまあ、おっさん何してんだ。あー、特に反応なし。まあ、マサヒロはもうさらわれてもしょうがない。あいつはもうしょうがない、そういうやつケイジ君はちょっとね、今後日本のね宝になる可能性があるので、ちょっとね守っていきたいところなので、マサヒロを残してケイジ君を先に見つけたいお姫ちゃんもついてきてるので大丈夫。マサヒロは傘を返さない愚かな人間なので、ちょっとね、この公園結構広いのか。ここまでだよな、公園の範囲は。ここまで自分で言い出した手前、マサヒロは多分公園の外には出ないでしょう。ケイジ君が案外ね出ちゃってるかもしれない。公園の定義がね、こちら側とは違う可能性があるので。しかし意外と見つからないな、意外と見つからない。上という可能性がある。確かにそれは考えなかったな、木の上。いや、あいつはな、どう考えても怪しいけどまさかケイジ君か、マサヒロ君の未来の姿。ケイジ君はなりきるのが好きだからな。今回は草かな。ああ、やっぱりそういうね、ちょっと特殊な隠れ方をね。そしてゲーム側がヒントをくれてしまった。いや、これ絶対、じゃあケイジ君は草だとしたら、これでマサヒロだって。マサヒロがね、自分の姿を変えることによって、隠れるという高度な戦術を身につけてるかもしれない。草ね、でも草は逆に確かにこういう竹の高い草の中に身を潜められたら、見つかりづらい。スナイパーとかがよくね、隠れてるかもしれないし。草生える。ケイジ君、草生えてますか。ケイジ君に草が生えている。いやー、でもこれはさすが、あ、いた。なるほど、黄色い帽子があだとなったな。ケイジ君、見つけた。僕は草だよ。やっぱりそうなんだケイジ君じゃないよ。ケイジ君の思考を読んでいる。ごめんごめん、レンジ君、次はもっとなりきるぞ。あ、これやっぱりね、将来有望ですねこういう人がね、新たな未来を切り開いていく、そういう未来が見えますよ。で、あとマサヒロだな。あいつの思考は逆に読めないというこのね、竹の中とか無理やり体をねじ込んでいる。やっぱあのおっさん怪しいのでは。あ、消えたか。いや、消えてない、まだこちらを見ている。おじさんに聞くかマサヒロって人に知りませんって。後ろは、うん、二人はついてきている。大丈夫、さらわれていることはない。あとはマサヒロ氏はね、いや絶対これマサヒロだって俺もマサヒロに違いないんだが、こっちを見るんじゃないよ、恐ろしい。近づいちゃダメだよ。お、マサヒロくんは高いところ。あー、やっぱり高いところ
勢がいるんだな、木の上。行ったと思ったら違った、なんか張り付いてると思ったんだが違うよね。いや、と思ったらそうだったこうじゃなくて、なんかこっから見たからなんか変な感じ見えたわ。お前怖いな、マサシロ君。見っけ、あー見つかっちゃった。でも君最後だったよ、さすがですね。俺が最後か、木に登った甲斐があったぜ。でもさっきいた、さっき一応ちょっとね上も気にしていたんだが、はい。ねえねえ、うわー、マサリに来た。何この、さすがのマサヒロ君も困惑。ねえねえ君たち、その喋り方やめた方がいいですよ。一緒に遊ぼうよ。やだよ。おい、レンヤ君どうする？俺に聞くのか。マサヒロは決断する力ない。いや、ダメだよ絶対ダメ。そんなこと言わないでよ。絶対ダメだよ、あのトブジさん、そんな。おい、レンヤ君、あ、まさかこれまさかこれ、こ、うわー、いいよって言うまで粘るおじさんだ。これは仕方ないのか。いや、3回言えばさすがに諦めてくれるかもしれない。そんなこと言わないで。ダメか。おい、ちょっと10回やってダメだったらもう諦めます。おい、ダメっぽいですね、このおっさんの粘り力が半端で。いいよって言うしかない。ありがとう、ありがとう。かくれんぼ、あーないな。うん、そうだな。じゃあおっさん、そうだな、後から入ってきたんだからそれくらいやってもらわないとな。分かった、隠れちゃうぞこちらは。おっさんは大人だからコンテナの中で。あ、一旦ね、見ないで数えろよ、数えろよ。分かった、言いなり。よし、みんなこのまま帰ろうぜ今だ、みんな帰る帰る。あ、マサヒロやるか。やった、マサヒロやりやがった、ついにやったか。おっさんはあそこに閉じ込めることに成功した。おい、やった。おい、マサヒロがまさかの強者だったあんなキモいおっさん、やべえ、マサヒロ、おい、こういうとこだぞヒーローになれる。おい、逃げるぞ、急げ、逃げるか。あ、走る。あ、出てくる前にね、おっさんだからコンテナを破ってくるかもしれない。どれだ、俺でもは、それか。はい、いや、マサヒロいい起点だったな。おっさんは閉じ込められた素晴らしい。でもこの音、おっさんはどうするのか。あー、出れてる普通に出るとる。ここまで来れば、あ、あのおっさん負けただろう。でもこれ、マサヒロ君は相当恨みを買ったんじゃないか。よかったのかな、うん、なんだ。じゃあおっさんに一人で話しかけてこい。いや、それは遠慮しますよじゃあ帰るぞ。あ、帰ろう、帰りましょうねえ、もしも不審者が来たらどうする。いや、来たんだよ不審者ってさっきのおっさんのことか。ああ、あの人じゃなくても、なくても刑事君が意外とまともに考えている。不審者って何するの？誘拐とかね。どうするの？あと、その先を聞いちゃうか。お金を取るんじゃない？ああ、健全ですね。健全じゃないかもしれないけど。その先はね。俺んち金持ちだから気をつけて。そうなのか、マサヒロ。私の家はそんなにお金ないと思うから大丈夫かな。いや、小姫ちゃんはちょっと別のことを気にした方がいい。まあね、小学生が気にすることじゃないかもしれないが、そんなことより、まあ、いや、今はね、少しでもあのおっさんから離れた方がいい。さて、ここは自販機がたくさん。おっさんは来てないな。レイヤ君が買い物してくるって。なんだと、何事、そんなこと言ってない。近い近い近い、まあまあ、ちょっと朝日のまた何か思いついたのか。レイヤ君、そこの店で盗んでこい。おい、てめえ、せっかくさっきちょっと見直したのによ、またそんなこと言って、やだよビビってんのか。お前が行けよ。ビビってんのか、そんなことないのじゃあ取ってこい。いや、お前が行けって、マサヒロ、まずお手本を見せてくれって。家に食べ物、あー、そうか、レンヤ君ちょっとね、家庭事情的に、そうか、なんかね、そういう方に流れちゃうのか。いや、マサヒロ行けって。お前まさかそういう家庭事情の弱みにつけ込んでるんじゃないだろうな。さっきちょっとしたたかな部分が見え隠れしたからな、こいつ意外と考えてるやつなのかもしれない。こんにちは。さあ、ここはおばあちゃんにバレないようにですもん、おばあちゃんがやってるような駄菓子屋に近いやつ。でもなんかゲームの筐体とかある。ティッシュ、洗濯、トイレットペーパー。あー、びっくりしたすごい格好してんな。逆にすごくないそれ。おー、変態、まずい、変態に見られる。変態にも見られないようにしないと。ポテチ見てるおばあちゃんこっち見てる。おばあちゃんも見てるし、変態も見てるし、とりあえずカップ麺は取れるかな。あ、長押しるんですね、なるほど。は、大丈夫、めっちゃどこどこ行ってる。
オッケー。盗めてない、盗めてないか。隠した方がいいよ、ランドセルの中に。ババア消えた。これは大丈夫か。周りをちゃんと見て。大丈夫そう。レジの人もこっちを見ない。で、あとは飲み物、飲み物ね。ちょっと見てきますよ。いやー珍しいな、小学生だからね、こういうとこあんま来ない。おばあちゃん見て回ってる、危なかった。動き回ってやがる、このばあば。おばば様、変態で飲み、さすがに酒を取るわけにはいかない。変態は反応なし。あ、ここ、いや無理じゃん。こいつをなんとかしてどかさないと無理だな。いや、この人は何かに異様に集中してるから大丈夫なのか。こいつも見てるけど。でも、おばあさんさえ来なければ大丈夫？大丈夫そう。あ、まあ、ここ影だから大丈夫かな。よし、逃げましょう。さようなら。やればできるじゃん。やかましいや。このことは内緒にしといて。絶対内緒にしろよ、お前。ねえねえ、さっきの、うん、入ってきたよ。店に入っていったけど、大丈夫だ。うん、なんか端っこでこちらを見ていた。大丈夫、うん。それならよかった。いや、ひきみなちゃんも気をつけなよ。まさひろ、お前はダメだ。お前はもう許さん。おばあちゃんが歩き回っている。ちょっと食べ物を食べながら帰る？ポテチ、コーラ、カップ麺。カップ麺はちょっと帰ってからだから、ポテチとかみんな食べる？いい。食べたらみんな共犯だよ。さあ、でもおっさんね、脱出してきちゃってるから。あぶ、ん？どこよ？このゴミ捨て場か？最近お前、暗くね？いや、お姉ちゃんもお母さんもいなくなってね。なんかあったら言えよ。うん、まあそういうとこはいいやつっぽいんだけど、なんかな、いいんだか悪いんだか。親友だろ？くそ、こいつ。こっちの読みにつけ込んでねえか。バイバイ。僕も家着いたから帰るね。あ、近いんだね、ケイジ君も。あ、バイバイ。じゃあまた明日。また明日。小姫ちゃんは？これからは二人で帰る感じ？小姫ちゃんと二人で仲良く帰れる？小姫ちゃんポテチいる？まさひろのことどう思うよ、あいつ。信用していいと思う？あ、用がない。こっちか。いや、てか絶対まさひろ。このゴミ捨て場が、あー、いたー。いや、あれ、ばあさんか？わからない。今、ちょっと問い詰めることはできるか？違う、車だった。車の影でした。全然違いました。いや、まさひろは、ここらのゴミ捨て場が、隅からと思うんだけどな。お姫ちゃんは？私ん家の隣ですか？さっきの誘拐の話だけど、うん。こんな田舎で誘拐なんてあるのかな？いや、やっぱね、田舎だからこそね。あ、ないと思うの？そうだよね。いやー、でもね、人が少ないからこそね、やられる可能性はあるからね。きっと面白いよ。変な人面白がっている。面白くないよ。面白くないよ。そうだよ、さっきのおじさんみたいのはダメだよ。ピエロも出るって。そうね、ピエロがね、最近みんな言ってるし。ペニーワイズが出るらしい。怖いな。そう、ちょうどこういうね、細い川とかで出るかもしれない。お、ピエロ見たことある？あるのかよ。え、本当に？ピエロ話で盛り上がってきた。あるの？どこで？いや、続かないんかい、話は。ピエロは、あ、でもピエロはなんかサーカスとかテレビとかかな、そういう話。実際にこういうところで見たわけではないんじゃないの。あ、なんかでもここら辺見覚えがあるような。最初の、あ、でもあれ最初レンジじゃん。あ、びっくりした、レンヤ。お姉ちゃんってさ、はい。最近見ないけど。そうね、小姫ちゃんはお姉ちゃんとは仲良かった？わかんない。うん、急にいなくなった。あんなやつどうでもいい。いや、どうでもよくないよね。急にいなくなっちゃったんだよ。大丈夫？うん、よくわかんなくてね。大丈夫だと思う。まあ生きてはいるが。私のお母さん、うん、児童相談所ってところで働いてるんだって。あ、そうなんだ。じゃあ最悪相談ができるかも。小学生とかの相談とか聞いてくれるんだって、うん、そこに話してもいいかもしれない。なんかあったらうちにおいでよ、お姫ちゃん。うん、わかった。でも最近すごく忙しそうなんだよね。そうなんだ。そういう系の相談が相次いでいるのか。私もあんまり話できてなくって。そうか。じゃあ帰るね。小姫ちゃん家も家庭事情が忙しいか。ここは小姫ちゃん家。なるほど、シフト走る。さあ走れるようになった。これは後ろから追ってくる可能性が。あれ、隣通ったらやられるか。ハイエースされる可能性がない。ハイエースじゃない、ん、曲がショーン。ハイエースされそうなので、あ、何？おっさん、なんだあいつ。なんかすごい、すごい格好してる。あれが変態ピエロか？変態ピエロ、変態ピエロ、変態ピエロです。変態
体ピエロ目撃してしまった。あれで風船持ってたら完全にペニーワイズだった。変態だ。私の家どこ？ちなみにこれこれですか？違いますね。入れない。まだ先。ピエロがでもこっちに近寄ってくることはなかった。奥へ奥へ飛んでったね。私ん家カラスが、まあゴミいっぱいあるし、そういう感じなのか。今匂いに釣られてカラスが大量にやってきてる。はい、どうでしょう。ただ今まずは手を割らないと。うん、誰もいないとはいえね、病気にはなりたくない。手を洗って、あれなんか手綺麗になった。お菓子とか忘れないようにテーブルの上に置いておこう。うん、手が子供らしくなってきた気がするけど、あれ鍵だと。そんなバカな。え、ああ、あっちは鍵開けた。ああ、なんかハエ飛んでない。お菓子も置いとく感じ。コーラ置いて、うん、着替えに行こう。着替える。制服あるタイプの小学校で、よいしょ、ここだったな私の部屋は。よいしょ。しかしこの家には今誰もいない。何をしようかな。意外と冷静。これは宿題。宿題して、えん、まさか書くのか。いや書けない。いや鉛筆持って書くんだ。えんね、いち、やべえ、ちょっと曲がった曲がった。マウスだとさ、マウスだとどうしたって曲がるねん。3、4、はい、これで名前はレンジだっけ。これでいいっすか。D、 次、あ、次がある。刀、刀は、あー曲がった。いや、いいえ、大丈夫でしょ、これなの。テラ、1、2、3、いやーすごいことになっちゃった。逆にすごい。鉛筆でこうなったのは逆にすごいぞ。おい、これでいいですか。し、まあ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 、別にね、別に漢字習ってるだけですからね。なんかしだけ異様にうまく書けてる気がするのは気のせいかな。いい感じでし書けたんじゃないですかこれ。日本、はい、しが不穏でしたが大丈夫。日本は書ける。日本の広さをまだ分からぬ小学生かどうか、それとももう旅したことがある。先生、先生は別に不穏なところはなかったはず。顔が歪んでること以外は。先生が実は犯人とかね、ありがちなんであれですけど、今回は多分大丈夫。イラスト屋の先生がいる。おっと、計算、これ計算マジでしなきゃダメ。20 9 7 6 13 3 9 27 1000、よいしょよいしょよいしょ。これはね、なんだっけ、こうなるんだっけ、こうなるんだっけ、こうだっけ、わかんないわ。で、18の、15でいいですか。 11×11 がちょっと微妙にあれですけど、スペース、終わった。いや待てよ、上に釣られてるな、これ上に釣られてる。これ121だ。あー覗かれてる。ちょっと待って、今ペニーワイズに覗かれていた。計算間違えたからペニーワイズが怒っている。ちょっと、ま、待て待て、計算間違えたから。ペニーワイズ切れてますよこれ。あーでももうダメだ、できねえ、直せない。ペニーワイズがブチ切れている。ごめんなさい、121でした。やばい、入ってきてるぞあいつ。そうだ、玄関の鍵閉める。猫なんで家の中に、タマ首ぶっ込んでるけど、やばい猫がいる。これはうちの猫でも首がついてるから飼い猫である。あれ、ここ閉まってんじゃん。タマがいる。おたまたま、おたまたまがいるけど姉ちゃんはいない。さっきのピエロはどこ行った。今回はあのピエロがね、実体を持った人なのか怨霊なのかで怖さの種類が変わってきますか。さあ出てこい、ペニーワイズ。ん、魚に餌を。魚に餌、最後にあげたのいつだったかな。なんか金魚とかかってんの。アクアリウムですかこれね。うん、何匹か死んでいる。死んだのは救い出しておいた方がいいね。うん、餌入れて、餌がもうない、餌もなくなっちまったか。
死んだのは出しといた方がいいんじゃないかな。共食いが起こるよ、臭くなるよ。で死んだ魚をなんか網とかで作った方がいいですか。あーお姉ちゃんが作ったカレーが腐った。他に食べ物、食べ物冷蔵庫から、まあ、食べ物はパクってきたここら辺しかないけど。あ取れた、作るのか。お湯はこれ、はい。てかお湯は沸いてんのか。まだこの家は電気が通っている。でもそのうち電気も止まりそう。いっそペニーワイズに、やっぱりラーメンは最高だな。これだけ食べててもまだ飽きない。ゲーム、ゲームをする心の余裕もまだある。一体何のゲームを持っているんだい。これか、スーファミチックな感じですね。ゲームオーバーって書いてあるけど、テレゲームで遊ぶ、始める前から終わっている可能性があるが、はい、ゲームスタート。これは何だ、何ゲーですか。移動インタラクト、はい、移動とインタラクトだけだ。これは調べられない、何ゲーだこれは。当たったらやばそうですね。当たったらやばそうですが、当たらなければどうということはない。何をインタラクトしたらいいんだ。調べるのはよーいしょー、ちょやばいやばいやばい、見つかってないかこれ。そこに何か調べるものがあるよ。これはえい、ないんかい。まずは上のあれだな、お札っぽいの。あー来てる、こいつはそこ行ったり来たりする感じ。いや睨み合いになっちゃった。よしよしよし、あーなんかこっちが動いた分だけ行く感じか。そういう風雷の試練的。お札、これでやっつけられるのか。お札でやっつけたらいい感じ。いやさっきのでも封印されし、岩のところに行けたらいいんじゃない。危ない、この岩とか露骨に怪しいし。これであれ、別にここで何かするわけではない。お化けをこれで退散させたらいいのかな。そういう感じも受ける。まあ全通で4人っぽいし。おっとっと、待ってくれ待ってくれ待ってくれ、ここは何でもない。何のゲームですかこれは。でもまあ基本的にこれでお化けを倒せばいいのかな、そんな気がするぜ。ダメなんだ。じゃああれだね、このお札を貼るとこを見つけなきゃいけない。ここら辺か、ここら辺にお札を貼る感じですか。あ貼る感じですね、貼る感じなので、この人たちを引きつけてお札を貼っていく必要があるわけだ。ここも貼れそうですね。あとこれか、これと、あとそこ、そこだけど危ない、これは非常に危ない。一旦遠くへ行こう、一旦こっちにおびき寄せてやりましょう。おびき寄せタイム、おびき寄せタイム、おびき寄せタイム、よし、これ行ったでしょう。ほい、あれ、あーなんか順番がいる、順番がありそうですねこれ。この順番では、あーできた、ラッキー。なんか取った、これはハンマーっぽいから、あの岩か、今度はあの岩だな多分。今度こそこの岩どうでしょうか。よし、あークリア、やったー。クリックヒア、これでゲームには飽きたかも。さあただこのゲーム中に背後を取られている、そして家の中をいろいろいじくられている、そういう可能性は大いにあるぜ。あー来ちゃったね誰か、どちら様。うわーペニーワイズだ、来てるピエロのおじさんが。ピエロのおっさん来た。え、なんだメモが置いてる、さっきこんなのなかったのに。手紙、お姉ちゃんは預かった、助けたければ風船を全部割ってみな、風船割らせるタイプだよ。あーなんか出た、長押し掴む、投げる、あーなんか出てる、おいお前粉砕してるぜ、食らいやがれ。あー待って待って、持って左クイック右クイック投げる、食らい、ダメか。このおっさんには通用しない、やはりそういう謎の存在か。てか持ってこれ体当たりした方が早いなこれ。さては体当たりした方が早い。ほらーこれでいいですか、あまだった、そういやこれでいいだろう、最後はお前だ、食らえ。だがあれ、あまだそっちにもあるのか、体当たりアタック、くそ俺の家を、私の家をこんなにしやがって、
はいはいはい、これでいいか。まだある、あった。めちゃくちゃ風船だらけにしてくれたな。あとで掃除が大変になるでしょうが、これ、そりゃとだ。まだ家中にばらまかれてる可能性がある。家中にばらまか、ん、おーいおいおい、何、時間、時間だと覗くんじゃねえ、時間、うおー、これは、うん、投げてる場合だね、これは本当に。体当たりが正解だ、最適解、体当たり最適解だが、よいしょ。でも意外と割れねえやつもあるんだよこれ。あー待って、よいしょ。意外と割れない、よしよし、いいか。これはここで、でここ、割って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 、頑張れ頑張れ頑張れ、レンジ、レンジだっけ、レンヤだっけ、どっちだっけ。名前が微妙なところになってきた。よいしょ、はいはい、よし、いいぞ。あと上か、上にはあと1分。うわー、ちょっと多いな。これ投げたら6くらい割れる。うん、意外と割れねえ割れねえ割れねえ、ダメだ、投げない方がいい。体当たりの方がいい、投げない方がいいですよ。 R で戻すってなってるから、これ多分リセットできるんだろうけど、多分これで勝てるんじゃないか。下に落とさなければ、ちょっと割れない割れない割れない、おらー割れろー、おーおー、割れてくれ割れてくれ、ちょっと取り残しは、取り残しはなるべくなくして、はいはいはい、くそ、あんなところに1本あるぜ。はい、いや1秒に1個割れば間に合うはずだから、慎重に慎重に、冷静に冷静にいけば大丈夫、これは勝てる。いやでも自分の部屋にありそうだけどね。はい、これ待って、待って、あ、向こう行っちゃった1個。いやでも勝てる勝てるぞ。いやいや、あと30秒切った。1個こっち落ちたでしょ今。わー、くそ、下に落ちやがった。あのやろ、回転アタック、何、割れないだと、上やめて、いや投げろ、よし、こういう時はね、いやだ、自分の部屋にありそうこれ。自分の部屋にありそうです。虹がかかっている、ここは開かない。ちょっと待って、あったよ、あ、落としたな今もしかして。あー、やべやべやべ、これはまずいかもしれない。投げた方がいいんですかこれ、投げた方がいいんですか本当に。はいはいはい、あ、時間切れだよ。虹の部屋が開いた、開いたのか。あれ、これ何、全部割らなくてもよかった、時間が来れば勝手に開く。いやでもこれクリアした方がよかったよ、一応全部割ってこ。よし、全部割れたはずだが、あー、まだ残ってる、全部割れたはずですが、いや投げた方がよかったのかやっぱり。でもこの部屋が開いたから行くしかないよ。お姉ちゃん、ピエロ、何をする気だ。お姉ちゃんずっとここにいたの。ピエロ、てめえ何者だ、実態を持っているのか。顔が怖いです、顔が怖いですけど、これは首を絞められて終わり、終わったかもしれない。風船を全部割らなければ真のエンディングが見れない感じですか。なんか音が、お、にゃんこの音、タマ、タマちゃんが、あ、まだ生きている。あれは幻覚だった。お姉ちゃん、あー、タマがいる、タマが導いてくれるのか。